一日の電話時間、電話件数の目標が決まっています。自分自身でもその目標を立てるんですけれども、はい、それが数字が取れる測定器がついています。さすがやっぱ測定器とかそういうの強いですね。自社 <laughs> で開発して。<laughs> 全てあての数字でカウントされているというところなので、の、はい、日報みたいな日記みたいに今日やったことを分単位で書くと本当ですか。外出報告書というものがありますの、うん、基本的に一日五件アポイントが、まあ九時十一時十一時三時五時,時っていうのをきっちり埋めていかないとまず外出ができ。 その状況でこのお客様にはまあこの製品をご提案しますって言ったところをまあ徐々に報告しまして徐々からこうアドバイスをもらってまあそれに合わせたさらにロープレーの練習をしたりをすることもあるんですけれども外出した先ではそのお客様に入った時間そして出た時間を1分単位で記入していみんなコストで負けたとか性能で負けたとかって言うんですけどそうじゃないんですよ負ける理由の第一位って不先輩なんですね打席に立ってないってことなんですよ